You're listening to Shibuya Cross FM.こんばんは。3月19日アーティストMのお時間です。キャプテンの田谷陽一郎です。バキャン。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒にアーティストを応援してくれるカリニューブです。ドーンドーン、いつものメンバーイエーイ。それではアーティスト演舞スタート。はい、今日のカリニューブの当番はお嬢とアミティとてんちゃんです。はい、こんばんは。カリニューブのお嬢とアミティとてんちゃんです。この距離はマイク入ってるのかな。確かに。よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、最近ちょっと地震が続いているので皆さんいろいろお気をつけください。はい、そして、うん、そうですね、カリニューブ前列2人の、ね、はい、出身の福島は、ね、結構大変ですけど、お家大丈夫でした？あ、なんか物がめちゃめちゃやっぱ落ちたっては言ってました。ね、ごちゃごちゃになっちゃったけど、まあ、安否は取れてます。よかった。うちもあの耐震の対策みたいな結構してて、前、うんうん、よりはちょっと物落ちるもの少なくて大丈夫だったみたいで、安心してます。うんうん、よかった。まだちょっとね、余震が続いてるみたいなんで、その地域にお住まいの皆さんはお気をつけください。うん、というわけで、はい、今日のテーマトークに行きましょう。今日のテーマは音楽です。はい、今日3月19日はミュージックの日です。音楽関係者の労働団体日本音楽家ユニオンが1991年平成3年に制定いたしました。3のミュー、19のジックの語呂合わせでございます。日本の音楽文化と音楽家の現状について広く理解を求め、その改善のための支持を得ようと全国各地でさまざまな活動が行われております。はい、ミュージックちょっとね、ちょっとごめんですよね。まあでも一応こう、うちの番組は音楽番組、そうですね、そうだった、音楽番組なのかなっていう感じになってるけど最近そう思います。でまあね、ですから、で、はい、まあ、僕ももともとバンドやったし、ポンチさんも、あれですね、バンドマンですよね。あ、そうです、もともとそうですね。バンドマンですよね。短い時間ですけど。カリニューブの2人も、はい、うん、音楽ね、やってる。てんちゃんだけ、はい、特に音楽は、はい、やってません。あれ、てんちゃんって歌はどうなの？歌ですか？うん、てんちゃんの歌って聞いたことないんだよね。聞いたことある人？え、メンバー一緒にカラオケに行ったら3人で、どう？え、どう？どう？え、やだやだ、どう？何そのなんか答えづらいみたいな。なんか、うん、歌じゃない歌を歌ってる気がします。どういうこと？どういうこと？ホーミーとかあのモンゴルのおやーみたいな。楽器はどういうこと？なんだろう、なんかでもちょっとセリフっぽい感じな気がします。あー、セリフ、うん、そういう曲調が多いと思う。モロハみたいなこと？違う。オカさんとかモロハみたいな。なんか、なんだろう、シルブプレジデントみたいな最初英文が、はい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 、そういう感じ。サビは歌みたいな。なるほどね、うん、ちょっとこうセリフをこう、うんうん、確かに、うんうん、アニメっぽい曲が好きなので、あんまりセリフが入ってる曲とかは結構歌いがちかもしれない、ね。まあでも確かになんかあの手のやつってアニメから生まれたのかね。ああいうなんかちょっとセリフをこう曲の中に入れるっていうのは、うん、あんまり海外だと聞かないよね、そういう音楽。アニメのキャラクター音
ングとか、うんうん、キャラクターに当てたキャラクターのための歌とかだと結構そのキャラクターの特徴的なセリフとかが入ったりすることが多いですね。そうだね、セリフが入ってる曲だとあの俺のイメージだとランマ2分の1のエンディングテーマがそんな感じですね。ランマ2分の1懐かしい。ピンとこない。ピンとこないね。だから分かる人には分かると思います。あのセリフが入ってる曲、うん、もう何十年も前ですけど、うんでもなんかやっぱアニメにはそういう文化があるんだろうね。やっぱセリフをこう曲に乗せてみたいな。そうですね。二、ね、人は音楽どっち、二、はい、人ともクラシックか。そうですね、畑はクラシックです。はい、まあ、もう二人ともちっちゃい頃からやってるの。ピアノ自体は習ったのは小学2年生とかなんで割と遅めだと思うんですけど。ああ、確かにね、ピアノやるからね。実際そうですね、やりたいとはずっと言ってて幼稚園の頃から、うんうん、で3年間言い続けてやっと親を落とせるっていう、すごい。そんな感じでした。もう小学生の低学年の時からやりたかったんですか。あ、もう幼稚園からやりたかったです。ずっと言ってて。でもそれはなぜ。なんか多分憧れたんだと思います。その先生が弾いてるとことか、あの友達がちょっとピアノ弾けるところとかを見て、うん、私もやりたいみたいなで言い続けてたんですけど、いやどうせ一時的な感情でしょって言われて習わせてもらえなくて3年間言い続けてやっと小学2年生から、はい、やりました。なるほど。アミディは。私は習ったのはちゃんと習い始めたのは小学校1年生からなんですけど、うんうん、始めたのは多分3歳おで、ラブベリーっていうなんかゲーム、懐かしい、なんかお店とかに置いてあるなんか音楽ゲームみたいなボタンを押すやつが流行ってて、ポップミュージックみたいなやつ。あ、いや、そういう音ゲーじゃなくてなんだろう、ファッションとかあのカードゲーム、カードゲームが流行ってて、それの曲が弾きたくて、うん、3歳で多分多分、それよりどうだろう、でもそれぐらいで、うんうん、でうちにあと私のお父さんのお友達みたいな知り合いの方がピアノを譲ってくれたんですよ、3歳の時に。でも誰もお父さんもお母さんもピアノをやったことないからすごいね、よく譲ってくれたね。わかんない、それ多分なんかあの押し付けられたんじゃない処分に困ったの。それでお父さんとお母さんが独学でずっと教えてくれてて、最初は。それでそしたらいつの間にか自分で読めるようになって、うん、なんかもう割とちっちゃい頃からやりたいものをやってて、で、まあ、小学生になって習った方がいいんじゃないみたいな感じで習い始めました。画流ってことね、最初。珍しいね。ピアノで画流ってなかなか珍しい。なかなかない。確かに。ウンチさんはでももともとあれですよね、歌が歌いたくてみたいな。あ、そうです。オーディション自体は、はい、そうです、そうです。もう一番最初は、うん、あのボアさんがめちゃめちゃ好きで、今でも好きなんですけど、あの歌って踊る感じかっこいいと思って、うんうん、超安易な気持ちで別に歌もダンスもやったことないんですけど、うんうんうん、それで最初の事務所に応募してだったんですけど、なんかね、どっかで道を間違えたのか、なんか全然ダンスの、いやいや、歌とダンスやってたじゃないですか。2ステップメインのね、うん歌とダンスと相撲とかやってたじゃないですか。そうですね、なんかね、あの青汁とかね、なんかちょっと、ボアさんとかけ離れてないっていう。ボアさんそんなことしないんだけどなって思いながら。まあまあ、でも、まあ、きっかけはまあそういうシンガーになりたい。そうです、そうです、そうです。もう今やってるお芝居なんて一切思ったこともなかったんで。あ、そう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 、どうなるかわかんないですよね、人生。確かに、うん、僕もでも音楽始めたきっかけはなんか合唱部だったんですよ。僕は、合唱部だったというか、なんか合唱部のヘルプに行ってたというか、合唱部ってあんまり男の子入らなくて、基本女子だけで、でも合唱コンクールにはあの出るときに男性パートがないとダメなんでっていうので、サッカー部やってたんですけど、その兼任みたいな感じで合唱部に行ってて、で歌、もともと僕めっちゃ声が高くて、あの中学校の頃とかスピードとかをカラオケで歌ってたんですよ。すげーそうで、ちょっと遅めに声変わりが来たのかな、で声変わりが来た時にあのやばい、今までカラオケで歌ってたのが歌えないみたいな感じになって、うんうん、そのなんかミスチルとか、うん、ルナシーとか、うん、グレーとか覚え始めて、
そしたらなんか、いや、ギターの方がかっこよくねみたいな。なるほど。なんか一回ね、先生にね、オペラ系を目指さないかみたいなことを言われて、なんかその音大の道を紹介するみたいなこと言われたんだけど、当時のね、中学生のタイヤ君にはね、オペラ歌手ってなんだよってやるんでしょとかって思って、あのやらなかったんですね。今思ったらやっても面白かったかもしれないですね。確かに。まあでもみんなね、いろんな音楽の出会いがあって、まあまあなんとなく音楽はね、生活する上で必要なものにはなってますからね。そうですね、絶対1日の中で聴きますもん。ということでね、今日はミュージックの日ということでかなり強引なミュージックの日で、僕も初めて知りましたけどまあそういうのでね、ちょっとまあ改めて音楽に触れ合ってみてはいかがでしょうか、はい、ということで、はい、本日もタイキャプテンと私フォンチ、そしてカリニューブの部員たちで本日も番組を盛り上げていきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。ではここで1曲お聴きください。ガンさんで悪の花。最初のコーナーに参りましょう。キャプテン、最初のコーナーは、はい、ノートレスタタデーイエーイ。もうレギュラーコーナーですね、うん、はい、ということでノートレスタタデーということで、はい、1週間疲れ切った頭をほぐすための3分間ストレッチクイズを出題いたします。皆さん の頭をストレッチしてすっきりして、はい、有意義に週末を過ごしましょう、はい、というわけで、はい、今回も出題いたします。はい、はい、結構あ、前回は誰も分かんなかったのっけ。7割正解でした、ね、あ、そうだね、はい、7割正解で、じゃあ今回もいきますよ。はい、はいはい、学生時代のクラスメートから電話があり、うんうん、電話の内容は同窓会を開きたいということでした。当日私は悲しい気持ちで会場に向かいました、うん、なぜでしょう。シンプル、今回シンプルだ、めっちゃシンプルだね、はい、学生時代のクラスメートから電話があり、電話の内容は同窓会を開きたいとのこと。同窓会を開きたい、うん、当日私は悲しい気持ちで会場に向かいました。向かってる時がもう悲しいんだ。いや、もう悲しいんでしょうね。いや、なんなら電話から悲しいんじゃない。あー、うん、もう電話が悲しかった。なんだろう、クラスメートから同窓会をやりたいという、いつの時代の同窓会かだよね。あー、それは確かに関係ないです。あ、それ関係ないんだ。関係ないです。うん、それが別に幼稚園だろうが保育園だろうが小学校だろうが関係ない、うん、まあ、どちらかというと幼稚園小学校は別にそんなノーダメな感じだとは思いますよね。ノーダメ、あの、いや、普通に同窓会って、だって幼稚園小学校の時の同窓会ってなんか別に、まあ、正直覚えてないですよね、うん、誰か記憶があんまりない。確かに、やっぱ中学、はい、はい、その電話をもらった人は学生時代どっちでしたか。あー、まあ可能性はなくはないけど、そんなに関係ないかな。関係ない、関係ない、うん、なるほど。むしろ、うん、そうだね、むしろそうだね、うん、あの、いや
うん、ぼっちなのはそんなに関係ないかもしれない。まあ、まあ、ただぼっちじゃなかった時の方が悲しいと思う。はい、質問です、はい、だいぶこう年齢が上がったから、上がってからの同窓会ですか？あ、それはそんなに関係ないけど、うんうん、上がってる同窓会の方がまだマシかもしれない。え、まだマシ？それに紐づいて、お嬢に紐づいて、だから年齢が上がったからこその周りの環境の変化で、まあ、みんな結婚してるしとか、うんうんうん、そういう手かなと思ったけど、なんか違うね、今じゃ ね、絶対違うね、そんなに関係ない、はい、はい、その同窓会 の、 そのメンバーは何人ぐらいですか？うんうん、ああ、なるほど、なるほど、ああ、なるほど、いい質問だね。多ければ多いことほど悲しいかも。学生時代の同窓会、多ければ多いほど悲しいって。多いほど悲しい、うん、やっぱりぼっちじゃないんですか？少なかったら、あ、だからぼっちだったら、あれじゃない、まあ、もちろんぼっちでも悲しいんだけど、ぼっちじゃなかった時の方が悲しいかも。だから学生時代って言ってるから学校だと思ってるけど、学校関係ないんじゃない？あー、もうそこにとらわれてるんですか？学生時代ってなんか引っかかりみたいな。あー、なるほど、そういう感じかな。うん、まあ、そ、あの、さらに言うと学生時代、まあでも学生時代ぐらいしか同窓会やらないけどね。まあそうですよね。か、確かに、まあそっか、うん、なんだろう、なんかシンプルなのにさ、問題がむずいね、今回。難しい、ね、で、だから学生時代のクラスメイトから、はいはい、まあ、電話があった。そうですよね、うん、で、電話の内容は、うん、同窓会を開きたい、うん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 、当日私は、うん、悲しい気持ちで会場に向かった。あ、な、あ、あ、ちょっと、分かった、分かりました、いいよ、質問してください。はい、はい、その主人公生きてます？あ、生きてます、生きてます。それは同窓会という名の次につながるある会の人数集めとかじゃないくてですか？あ、それは関係ないです。あ、違うんだ、普通に同窓会です。え、電話かけてきた、来た人も生きてます？生きてます。怖い、ちょっと間違えちゃう。電話、電話かけてきた人は悲しいんですか？あ、電話かけてきた人は悲しくはないと思います。主人公だけ、うん、電話かけてきた人はもうイエーイだと思います。なんでだ、どこかやろうぜ。主人公だけが悲しい気持ちになってます。なんでだ、じゃあ主人公と、でも多分ね、てんちゃんの考え方が一番正解にたどり着く率は高いと思います。ちょっと言って、なんか言って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 、じゃあ主人公に電話をかけてきた人は、うん、クラスメイト以外の関係、なんか恋人とか友達とかの関係はありましたか？あ、違います、クラスメイトです。関係ないんだ。関係ない、ぼっちじゃない方がでも悲しいんだっけ？ぼっち、ぼっちじゃなかった時の方が悲しい。なかった時の方が悲しい、なんでだ。え、じゃあてんちゃん、もうちょっと1個ヒント質問いきますね。はい、同窓会が開かれることに対して、てんちゃんはどういう状態だったら悲しいですか？どういう状態だったら悲しいか、同窓会が開かれる、それに対しててんちゃんがどのポジションにいたら悲しいですか？うん、友達がいないところに行くのが一番悲しいです。ああ、なるほど、ごめん、てんちゃんはちょっと一歩先行ってるかもしれない。はい、一歩先のかな、ちょっと分かったかも。一歩先行ってしまったかも。え、ちょっと分かったかも。分かりました。え、ぼっちじゃない方が悲しいんですもんね。うん、はい、そうですよ。え、久々、あ、でもこれが答えだったらあれか。はい、あ、全然言ってください。久々の同窓会ですもんね。はい、もともと自分は超陽キャなメンバーだったのに、はい、そもそも同窓会開かれること自体は知らなかった。おー、これはこれはめっちゃ近い。これは近い。近い。それなのに、それなのにこのワードです。学生時代のクラスメートから電話があって、電話の内容は同窓会を開きたいとのことでした。はい、当日私は悲しい気持ちで会場に向かった。
近いんですもんね。近い。ポンチーさんが近い、うん、陽キャだけど、うん、陽キャなメンバーの中に、いや私がね、うん、もし悲しい、自分が悲しいなと思ったら、はい、陽キャメンバーなのにそもそも同窓会の知らせを自分がもらってなかった時で、勝手にその陽キャなメンバーから同窓会やるんだけどって、私聞いてないんだけどって形が一番悲しいなって思ったけど、いやめちゃめちゃ近いです。あーじゃあめちゃめちゃ近いです。付け加えて付け加えて、逆にあの自分は誘われたけど仲いい子が誘われてなかった。あー遠くなった。いいよいいよいいよ、ちょっとね、そろ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 時間が、いやいやいや、はい、開きたいって言われただけで、うん、あの誘われたわけじゃないみたいな。あ近い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 、それそれそれ、それもう開きたいだけで開かれてはない。あ違います。なんだよ。あじゃあじゃあもうめっちゃヒント言います。知らされていないのに同窓会を開きたいと言われる人って誰ですか？知らされてないのに同窓会を開きたいと言われる人？だから知らされてないんです、もう、うん、もう、うん、知らされてないです、本人は。あ、場所だけ漢字ってこと？漢字違う、分かった、はい、先生。あー違います。違うんじゃない。今日私ダメだ。でも、もうじゃあもう答えいきますよ。答えいきます。正解は同窓会の会場が自分の職場で、スタッフとして電話を受けて自分は同窓会に招待されていない。あーめっちゃショック。だから私は悲しい気持ちで、だ仕事だからね、行かなきゃ。知るとな、いつもそれかいってなんだけどね。惜しかった。惜しいね、惜しかったね。嬉しいね、はい、なんかすっきり。全然すっきりしないよ。もやっともやっと。もやっと。というわけで以上、ノートルサタデーのコーナーでした。ここで一曲お聴きください。ジーニアス PJs さんでピープル。8月始まる、またセミの歓喜に蹴り、交わる街は人の賛否に競り合う、価値観と味わうことの暴虐、意識の跳躍、どうなるかを想像する絵画、皆同じの坊や。例えば僕も戦争になれば人を殺すさ、終わらせるボタンに手を伸ばす、その瞬間すら足ラフだ、知らぬ間に花や草を消すこの足かすが、どんな結論に至ることもできず人はいなくなる。最後の休日、意識する空気、紅を敷く夕日と勇気、理由になる住人、数時間前が愛おしいと思う今夜中に、単純に生きたいと願う。それでは仮入部の部活動に参りましょう。キャプテン、今週の部活内容はハウスフレンド仮入部。はい、ということで、なんぞやということですけど、まあ、3月も半ばを過ぎまして、はい、4月からね、新しい環境に移動する方も多いと思います、うんうん、でやっぱり4月となればこう新しい新生活でね、うん、あの上京してくる方とか、はい、いっぱいいると思います。でもう家はねさすがに決まってる人も多いかなと思いますけど、もうこのギリギリになってちょっとやばい、東京に家探さなきゃ、うん、上京するのに家探さなきゃという人のために、うんうん、もう東京に住んでいる仮入部のメンバーがね、うん、こうここはいいぜというところを、はい、まあ、紹介して、おで特に、はい、てんちゃんとお嬢は、はい、それこそ上京組ですから、うん、そうです、はい、もうこの、ね、自分でこう探したこの目で、うんうん、ここはおすすめだぜっていうところを紹介していただこうと思います。任せてください、はい、ということで誰から行きますか？あの私と、はい、ポンチさんはそれにやや言う、やや言う、やれこうだやれこうだっていう係です。まあまあ私も東京知り尽くしてましたからね。おー、うん、知り尽くしてるんですか？はい、頼もしい。はい、じゃあ
まずアリティからいきますか。はい、アリティは、まあ、東京出身なんでね。そうです。お、まあ、実家なので、うん、なんか私その家賃とか、うん、なんかとかよくわかんないんですけどすごい、すごい、多分ね今東京に住んでる人のね3分の2ぐらいはイラッとしたのね。まあよくわかんないんですけど、ね、でもなんかあの私の、ま、おすすめする街は、はい、マウントを取りたい人向け。あ、ちょっとなんか東京住んでるぜみたいな感じ。あ、そうですそうです。そう、初めて上京して、うん、え、そこみたいな、マウント取りたい人向け街ランキングです。はい、だらん、まず3位は、はい、三軒茶屋。うわー、来た。なるほどね、三軒茶屋。で、2位が麻布十番。はいはいはい。で、1位はちょっと東京ではないんですけど、麻布十番の字よ。麻布の麻布、違くない？なんか、ふぶになっちゃった。両方とも普段。ふぶ十番。ふぶ十番。新しい地名になってるけど。ふぶだね。ふぶ十番。1位は東京じゃないんですけど、うん、千葉、はいはい、の行徳です。はいはいはい。で、まず3位は、うん、最寄りは三軒茶屋です。はい。で、平均家賃は15万円。いや高いよ。高いよ。高いですか？高いよ、さんちゃんは。あなた普通に会社員の初任給より14万とかだからね。上京組からしたら15万ってね。いや、高い高い。高い。いきなりだよ。無理ですよ。まあでも大丈夫です、はい、食費なしだよ。で、おすすめポイントは、うん、おしゃれなカフェが多い。あ、まあね、まあね、はい。うん。で、あとここもう一つマウントポイント、はい、芸能人が多い、多く通るので、まあね、もしかしたらサインがもらえるかもしれない。あ、自分の家とかにサインをもらうような人は三軒茶屋にいないと思うな。確かにね、多いですよね、さんちゃんは。そして渋谷にも近い。まあまあまあ、そうですね。はい、うんうん、ね。そしてデメリットは、うん、人とお店が多く常に騒がしい。まあまあそうですね、はい、ちょっとうるさいっていう感じですね、うんうん。で、次2位の麻布十番は平均家賃は15万から20万ぐらい。高いよ。高いよ。え、でもそれはね、ワンルームで、ワン K で。ワン K です。ワン K で。ワン K で。高いよ。高いんだ。高いでしょ。で、ここはもうめちゃめちゃおすすめです。ああ、もうそうでしょうね。そうでしょうね。みんな住めるんだったら住みたいと思ってる人いっぱいいるよ。ここは港区なので、はいはい、うん、マウントが取りやすい、とても。なんだよそれ。港区女子ね。あ、はい、私は、あ、港区ですけど。それで、あと大使館が周辺に多く国際的な雰囲気がある。国際、めっちゃ棒読みだったけど。本当にいいと思ってる。そしてデメリットはちょっとだけ家賃相場が高い。ちょっとじゃないよ。家賃なかなか20万円払える人いないよ。だいぶ高いよ。っていう感じです。おすすめです、うん、ここも、はい。そして第1位はちょっとここだけ毛色がいきなり変わる、ね、そうなんですよ。ここは行徳、千葉県なんですけど、はい、最寄りは行徳駅です、うん。で、市川市っていうとこにあります、うんうん。平均家賃は5万から7万円、はい、安い安い。いきなり安い。半額以下だね。半額以下だ。安いです。そしておすすめポイントめっちゃありますよ、はい。ディズニーに近い。あ、まあそうだね。なのでこう地方で住んでて、うん、まあ、ディズニーの近くでずっと暮らしたかったっていう人には穴場おすすめ。なんで舞浜じゃないの。じゃあなんか舞浜はちょっと高いらしいんですよ。あ、なるほどね。だから行徳、はい。でそこあと自転車で40分ぐらいで行けるらしい。遠くない。まあまあまあ遠いな。まあまあ遠い。いい運動になるから。そしてしかもこの行徳駅の近くの妙殿っていうところは、まあ、かっこいいと思う駅名ランキング1位なんですけど。名前でそこでは来週なんとマクドナルドで全サイズ150円。なんで来週の話っていう、なんかそういう掲
のチラシが多いらしいです。あー、そう、なるほど、地域貢献が多いのか。そうです、そうです。だし、なんか市の対応が早いらしいです。破損物とかのなんか連絡するともう翌日には直してくれるとか。市の対応が早いっていう。そしてデメリットは、うん、昔は治安が悪いイメージがあったらしいっていう。あー、なるほどね。はい、僕、比較的東京出身なんですけど、比較的そっちの江戸川区出身なんで、そっちの方なんですけど、うん、まあ、確かにそんなイメージです。はい、なんかあんまり前は良くなかったけど、うん、今は比較的いいみたいな、うん、言われてるんですけど、まあ、元がそういうのだったからっていう。なんだそれでいいかと。元がそういうのだった。あんまり人がいないかもみたいな。あ、はい、うん、でもマウント取れます、ここは全部。あ、ディズニー近いよっていう。はい、あ、そうですね。だから渋谷近いよ、芸能人多いよっていうのと、はい、まあ、港区そうですっていう、あのディズニー近いよってこと、はい、の3点マウント。まあ確かに確かにね。あ、でも確かに、でもあのこの2番3番は分からんけど、はい、あの1番は意外に狙い目だとは思うよ。そうなんですよ、東京に上京してくるけど、なんかやっぱ家賃相場が東京は圧倒的で、やっぱイメージね、やっぱ渋谷までちょっと近くで行ける方がいいよねとか、なんかわざわざ上京してんのに1時間以上かかるのどうなのみたいなこと、うんうんうん、多分思ってる方いるけど、結構みんなそうですよっていう、むしろ東京の人たちは結構そうですよって感じがするんで、うん、意外にやっぱ狙い目かもしれないね。はい、おすすめです。はい、皆さん急いでください。はい、わかりました。続いて、はい、じゃあお嬢子紹介するのは、はい、もう東京に出たら遊びまくりたいっていう、はい、チャラい男女向けランキングです。チャラいランキング、はい、チャラい男女向けランキング、もう遊びたいっていう人向けの。あ、なるほどね、はいはい、なのでさっきの俺の説明の逆パターンね。逆パターンです、はい、じゃあいきます。はい、ドン。はい、3位が明大前、はいはいはい、2位が落合、1位が代々木八幡。はいはいはい、あ、でも意外にあれだね、はい、多分上京してくる人は、はい、結構見落としがちな場所だよね。そうだと思います、はい、やっぱこれはあの遊びたいんで、やっぱ、うん、あの都心部っていうか新宿、渋谷、池袋に近いっていうのと、あと家賃がちょっと安いっていうのと、あとまあ夜遊ぶことが増えると思うので、タクシーとかの料金とかも考えてここかなっていうランキング。確かにそうだね、特に1位2位はそれすごい感じる。でも意外と穴場だと思うんですよね。穴場だと思う、はい、まず3位の明大前は、はい、これ渋谷にも新宿にも1本で電車でね、はい、行けます。でタクシーでも3000円ぐらいなんで、うん、まあ許容範囲内っていうのと、家賃相場が7万とかなんですよね。で割と安め、はい、っていうので、まあ井の頭線、京王線2本使えるし、うんうん、まあ多分チャラい人いっぱいいや、明大前めっちゃ住んでるやついるわ。明大前多分めっちゃ住んでますで2位の落合はこれも新宿にも行きやすいし、あの池袋にも近いんですよね、うんうん、こっちは、はい、で歌舞伎町までタクシーで1500円とか、おー、はい、もう近い、安いし、もうなんなら自転車でも行けます、歌舞伎町、うんうん、はい、で、歌舞伎町チャリ通の中で利点はあんまり感じないけどね。でもやっぱその遊びの方にお金を使うとなったら、交通費とかを下げたいじゃないですか。 なるべく近くに住みたいし、頑張れば自転車で行こうと思えるし、うんうん、みたいな、はい、で1位は代々木八幡、うん、これはもう新宿も渋谷ももう秒で行けます。本当に、はいはい、そうですね、そう、5分とかで行けるし、うん、原宿も4分だし、うん、大手町、まあ、東京駅も20分とかで行けちゃうんで、うん、本当にもう交通の便がとにかくいいっていうので、うんうん、まあ、でも他のその2位3位に比べたら家賃がちょっと高いんですよ、うんうんうん、10万いくかいかないかぐらいなんですけど、まあ交通費減るんでその分考えたらトントンかなっていう感じがします。ギリギリ許容範囲みたいな。で、まあなんか治安もいいらしいです。うん、聞くところによると。まあ、はい、なんかね、うん、あの お国の公園とかが近くにあるからね。あ、そうですね。もう目の前がでっかい公園なんで、うん、はい。同じような理由であれだよね。代々木上原とか。ああ、
そうですね、人気ですよね、うん、その辺も、うんうん、なのでちょっとこれはチャラい人向けのランキングなんですけど、うん、逆にその自分はチャラくなりたくないみたいな、うん、人はここ避けてもらって、あーなるほどね、はい、であとなんかこう一緒のね飲みの席とかで一緒になった男が代々木八幡に住んでるんだよねとかって言ったら危ないなって思ってもらって、確かに僕の遊び人の友達は代々木に住んでます代々木駅の近くに住んでます、いや危ない危ない私代々木八幡のイメージ全然悪くないですけどね、あ本当にお世話になってるスタッフさんとかとやっぱご飯行くとおしゃれなご飯屋さんが八幡とか上原にめちゃめちゃ多いんですよ、うんうん、大人な街のイメージ、私はでもだからおしゃれなところが、うん、おしゃれなとこで遊びたい人ような、いや、やっぱねそこに住んでるってことは、いや今からオレンジコないの流れが代々木八幡なんですよ、もうそこ行き先が代々木八幡だから、めちゃめちゃいいイメージだから怪我されたくないよ、いやでもいいイメージでついてっちゃう人がね、うん、でも確かにこのなんだろう名前は、はい、駅名は結構意外狙い目ですよね、うん、全体的に、まあ、確かに落合も結構下町感ありますしね、うん、落合なんか多分なかなかチョイスしないんだよ、落合とかは結構だから本当上京したてでお金ない人とかが結構す、うん、住むなんかだから卵ちゃんとか、うん、俳優の卵、はい、女優の卵、うん、でも多分とかが住んでるイメージが、あの、うん、明大前とさ代々木八幡はさ、はい、多分明大っていうイメージと、うんうん、代々木とかでイメージあるじゃん、うんうん、でも自分が上京して東京住もうと思って落合って言われたらなんか落合ってどこどこっすかみたいな感じになるかも、ちょっと持って高田の馬場に住んでるんだよねみたいな感じで、そう言えるかなみたいな、あでも意外に結構いいんじゃないですかね、はい、これは本当にあのおすすめです、おすすめっていうか、うん、遊びたい人はぜひ遊びたい住んでください、明大前はやたら住んでるイメージあるな、いやいっぱいいますよ、はい、続いて最後てんちゃん、はい、はい、私はカリニウム唯一のオタク、アニメオタクということで、はい、うんうん、アニメオタクにおすすめの地域が出ちゃう、え、中野池袋、秋葉原じゃないちょ今回、池袋、秋葉原は除外しました、あーなるほど、はい、じゃあいきましょう、はい、せーの、ドン、はい、こちらですね、はい、そもそもあのオタクでしょ3位絶対あ、まあまあ、そもそもオタクの前提ってあの、はい、お金がかかるんですよ、はいはい、まあね、はい、確かにグッズとかね、生活のもうできる限りあの推しに詰め込みたいっていう気持ちがあるので、うん、なるべくお金がかからないように生活をしたい、はいはい、でどうするかっていうと今回注目したのはその現場、うんうん、アニメグッズとかがある現場への近さ、うんうん、交通費削減と、あと家賃の低さが、そうですね、はい、で3位が神楽坂、はい、これちょっと意外ですね、意外で2位が蒲田、はいはい、で1位が中野です、で、じゃあ1位の中野ちょっと結構有名なところから行くと、はいはい、中野の…あ、そっちから行くじゃあ、普通3位からじゃないの、じゃあ3位から行く、じゃあ3位から行く3位の、神楽坂はですね、はい、平均家賃が、10.4 万ぐらい、あまあそうだよね、ちょっと高め、うんうん、で、おすすめポイントはあの治安がいいっていう、結構都内なんですけど、まあまあまあ、治安がいい、で、このおすすめポイント都内の主要な駅に、うん、あの近いんですよ、手軽にアクセスできるっていうところが一番のおすすめポイントで、うん、何がいいかっていうと池袋へ10分、秋葉原へ20分、うん、っていうことは仕事帰りに寄って帰ってこれるんですよ、うん、アニメの聖地に、うん、それが一番おすすめなところ、うん、そしてあの東京の小さなパリって呼ばれるぐらいおすすめあのおしゃれな街なんですよ、うん、うんうんうん、そうだね、で結構上京したてって周りの人に、うんうん、あなんでこっちに来たのとかなんでそこにお家決めたのって言われるんですけど、あのアニメオタクとかバレたくないじゃないですか、バレたくない人とかはこういうちょっとおしゃれなとこに住んで、いや、あおしゃれな街だから住んでみたみたいなことを言えるっていうのがおすすめポイントですね、はい、でデメリットはあの名前の通り坂が多いっていう、ああ確かに、私がそうなんですけどあのオタクって結構引きこもりがちで体力ない人が多いのでちょっときついかなっていう、でも神楽坂の駅自体が坂の上と下に分裂してますよね、だからそこがちょっとデメリットの部分ですね、うん、
で、2位ですね、うん、2位は蒲田、蒲田、はい、はい、で家賃、平均家賃が 7.95 万円、はい、か8万円ぐらいですね、うん、で、おすすめポイントは生活がしやすいっていう、まず、うん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 、で、ショッピングセンターとか、はい、商店街とかがいっぱいある、スーパー、コンビニ、ドラッグストアとかもいっぱいある、うんうんうん、そして、オタクポイントとしては、うん、アニメイト羅針盤メロンブックスっていう、うん、後半がちょっと分かんなかったな羅針盤はオタクの、あ、そこ説明は、あ、分かりましたすいません、ちょっと熱が入ってしまってが揃ってる、オタクには嬉しい、老舗って呼ばれるようなところが揃ってます。そして、国際展示場、よくアニメ系のイベントが、行われる場所まで電車で30分ぐらいで行けます。だから、交通費とか、あと前乗り、うん、近くにわざわざ泊まるとか、うん、そういう費用がいらないっていう、うん、ところでおすすめですね。で、デメリットとしてはちょっと犯罪件数が多めかなっていう、ちょっと危ない、まあまあまあね、うんうん、危ないところっていうのが、そうですね。で、1位、中野、もうこれは有名な、オタクとしては有名なところ で、ね、家賃もとても安くて 6.9 万円っていうことで、うん、で、おすすめは普通に一般の人、アニメオタクじゃない人の住みたい街ランキングで18位なんですよ、うん、だ、普通に住みやすいで、行き来もしやすくて、もちろんその池袋とか秋葉原とかにも行きやすいっていうのもあって、あと中野ブロードウェイっていうところがありまして、うん、オタクの聖地って言われてるんですけど、漫画の中古屋さんとかアニメのフィギュアとかカードとかを取り扱ったお店、オタ活するにはもってこいの場所ですね。オタ活するのにもってこいで、しかも家賃が安いっていうことで、一番おすすめの場所です。なるほど、ね、もうでも、1位2位はすごいわかります僕も結構意外な狙い目のポイントとしては中野蒲田はいいですよ。あと飲み屋街とかも蒲田は結構安い飲み屋街も近くに、あ、そうですね、するし、でも駅はすごい大きいんで駅まで行っちゃえば何でもある。中野もそうですよね、駅まで行っちゃえば何でもある、住みやすいところだと思います、うんうん、中野坂上とか意外に、ね、狙い目なんですよね、うん、中野、ね、うん、ちょこっと利便が悪いけど家賃も安いし、なんか僕の友達がなんか一軒家を8万で借りてたよ。すごい、そうそうそう、ホタテ貸しですね、っていうのも確かになかなか、うん、神楽坂はでも意外だな。本当ですか。神楽坂結構上級者な気がするけどな。上級者、うん、上級者を装いたい人向けですね。あ、そう、蒲田はね、発車メロディーが蒲田行進曲なんですよ。アンテ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 レンテンテンっていう蒲田行、あ、知らない、蒲田行進曲わからない、ただね、上り線か下り線としか忘れたんですけど、テンテンテンテレンテンテンって上がる方とてん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 って下がる方があって、うん、下がる方を聞くとね、ちょっと気持ちがめいるっていう下がっちゃうかなところがありますよね、はい、ボンチーさんとかなんかおすすめの場所あります？いや、ありますね、一個もないです、みんなの中で、私は超穴場知ってるんで、そもそも神楽坂はめちゃめちゃ素敵な街ですし、うんうんうん、私的ご飯屋さんがめちゃめちゃ美味しいところが多くて、はいはいはい、和食屋さんとか、はいはいはい、普通に降りていくと分かんないんですけど、1本入るとめっちゃおしゃれなライトがいっぱいこう街に飾られてて、うんうん、すごい高級な和食屋さんとかが多くて、うんうん、で、私的男性が女性を連れてったらポイントが上がる街、ご飯屋さんで予約したご飯屋さんあるよって言って神楽坂連れてかれたらもうポイント上がりですね。それぐらいおしゃれなご飯屋さんも多いし、一個地下入るとすっごい静かなバーとかがあったりするんで、うんうん、私はそういうイメージなので、オタクってイメージ全くなくて、だからみんなが見てる視点によってのその土地のイメージが全然違うから、また面白いなと思って。そうですね、僕も神楽坂はうちの親戚が、うん、住んでて、うん、どちらかというと昔からの街並みで、うん、いわゆるそのなんか若者にから見るおしゃれっていうよりかは、うんうんうん、なんかこうご年配の方でもなんか楽しく暮らせるみたいな。だから会社のボスを連れてっても恥ずかしくない場所、神楽坂は。でスーツ着てる男性とか 女性が夜になると多くなるんだよね、すごく、うんうんうん、めっちゃだし巻き卵が美味しいお店ありますし、そうそう、そういうだから穴場がいっぱいあるのが神楽坂のイメージ、うんうん、中野はでも最近知識高くなってきてますよね、うんうんうん、やっぱ
家賃も高くなってきてるし、ね、あそうなんですね、だから僕的に意外な、まあ、狙い目というか、うん、いやね、結構かぐあのなんかかぐらとかじゃなくて中野とか、うん、蒲田とか、うん、そっちにこうみんな行きがちだけど、うん、いやもっと近場でね、山手線の上右あたりがちょっとまだそんなにあれなんですよね、駒込とかそっちの方で、うん、あんまりなんかこう選ばれづらい場所だなとは思うんですけど、まあまだね、あの町工場が残ってたりとかしていろいろあの下町が満載のところですけど、結構綺麗なビルとかもできてて、いや花場ね、私も紹介したいわ花場、お、じゃあいつかどっかで、あそうですね、はい、紹介していただきましょう。面白い、というわけで面白かった、今週の部活動はここまで、せーの、おつかり入部。はい、ここでカリニューブからのお知らせです。はい、私たちカリニューブは頑張っている皆さんを応援しています。この赤と黒のパーカー姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。そして番組終了後20時30分からショールーム配信をします。お楽しみに。以上カリニューブのコーナーでした。はい、ではそのままエンディングに向かいます。はい、ここで番組からのお知らせです。アーティストウェンブでは番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティストウェンブ、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、そして本日さんから告知が、はい、あの先週駆け足で、はい、すっごい早かった今絶賛放送中なんですが、 NHK ワールドジャパンにて引き出す日本語の中の、ドラマの部分があるんですけど、うんうん、コーナーとしてそこのスワン日本へ行くっていうのを主演させていただいてます。全24話配信されてるんですけど、今まだちょうど半分ぐらいで、アプリを取れば誰でも見れるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、そして3月27日に19時から20時の1時間で吉本さんがですね、 BS 吉本を開局するんですね、うんうんうん、それの記念ドラマとしてファーストステップ世界をつなぐ愛の印というドラマに出演させていただきます。ナビゲーターはピースの又吉さんで、うん、吉本の方もあの出たりとか、キム兄さんだが出たりとかもするので、私は人生初の妊婦役をやらせていただきました。ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、というわけで、うん、いやなんか最近ねちょっとねこう世界情勢的にもね、うん、ちょっと荒れてる時代になってますけど、はい、まあコロナはねちょっとずつ落ち着き始めてるのかな、うん、一応東京もまん延防止が延長しないという方向ではあるので、うん、まあ、数字もちょっと減ってきてるし、まあ、でも減ってきてるとはいえ、うん、結構大きな数字なので、うん、まあ、皆さんね気をつけつつ、はい、過ごしていけたらなと思っております。はい、ちゃんとねアルコールやってやってます、うん、やってます。そろそろワクチンもみんな打ち始めたのかな、 3回目とか、あ3回目、はい、そっか、そろそろもうですよ、ね、始まりますね、うん、っていう風なタイミングなので、皆さんぜひぜひね、あの引き続き気を抜かず注意していきましょう。はい、はい、というわけで、はい、話はつきませんがそろそろお別れの時間となります。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。ないけど、そして少しだけ大人になって守るべきものもできたりして、繰り返す日常にちょっとだけ弱音も吐いたけど、輝いてて欲しい。
日の季節が過ぎて出会いと別れを繰り返してすれ違う